福岡城に城の象徴である天守は存在したのか、またその復元について考える市民フォーラムが福岡市で開かれました。フォーラムは福岡商工会議所が去年福岡市などへ提言した福岡博多の歴史文化を生かしたまちづくりの中で福岡城天守の早急な検討をとした事の機運を高めようと開かれました。神が主導で作った極めて珍しい、日本で一つしかないんじゃないかな。基調講演では博多と福岡の歴史が紐解かれ、ついで福岡城天守はあったのが定説になりつつあるとする研究や、福岡城天守の復元的整備と観光振興策として福岡城跡をどう活用していくかなど活発な意見が交わされていました。